come today. You're welcome. ですね。ラブラブなデートになってますね。I think it's okay for me. Okay for me.いきなり自転車を借りることになりました。自転車で2人乗りの密着デートですね。で動いてるおもちゃにめちゃめちゃ怒られましたね。はい、OK。 うわー、うわ、うわ、うわ、楽しいですね。そして実はさっきからセリにいろんなところが当たってて、大変なことになっています。動くなと言われたんですけど、これは、ちょっと上下か左右に動きたくなりますね。という衝動を抑えさせてローカルデートを行います。 Do you think it's straight? I think yes, go straightOkay. 今は自転車降りてるんですけど、こんな感じで商店街の中を通ってますね。いきなりあっちにチャオプラクラがある。あ、OK。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 良くなって気がしますね。こうやっていろんな密着旅をしているうちに、些細な、なんというか言葉を使わないノンバーバルコミュニケーションでのコミュニケーションがすごく取りやすくなってきてる気がします。こんな感じでチャオプラヤーが上がっていってるんですけど、後ろにお寺もあります。そしてこのお寺もすごいです。めちゃめちゃ荘厳ですが、早足のチャリ旅で颯爽と歩いていきます。いや、本当にすごい雰囲気がいいですね。まさかのレストランでナンパした女の子とこんな風に、なんか自分の人に対して思っていませんでした。そして女の子の引きがいいというか、サービスエントがすごいという思ってたんですけど、これがやっぱり本当に一番のクレット島の楽しみ方だと思います。サイクリングデートですね。そして、今僕たちこういう風に2人乗りなんですけど、デートできてもやっぱり1台ずつチャリを借りるのが理想だと思います。自転車2台でお互いのペースで進むのとかも楽しそうです。今、おーちゃんが見つけてくれたんですけど、ハスの花が浮いてますね。こんな感じで島の中にため池があって、ハスがあります。わ、そしてここの道もすごいな。ところ、あ、リリ、あ、ミー、オッケー。サリサリ。オッケー、レッツゴー。という感じで、こんなハプニングもありつつ、このこといるだけですごい楽しいですね。さっき相性がいいと言ったんですけど、普通に喋らなくてもこのこといるだけで楽しいですね。こうやっているだけでも楽しいですし、やっぱり会話なく一緒にご飯食べている時も楽しいですし、会話なくちょっとついたりするだけもすごい幸せな時間です。あ、そしてここももう大自然になっていますね。緑豊かで民家も少なくて、ずっと森が、うわ、オッケー、長いというすごい突破の仕方です。オーマイガー、こんな感じでおーちゃんめちゃめちゃ面白いですね。ということで、2人の旅ももう終盤中盤になってきてると思うんですけど、サイクリングしやすいですね。次はロータスの花、またハスがあります。川も広がっています。こういう小道とかも全部気になって、一人旅なら全部行きたいところなんですけど、今日はデートなので
早々と過ぎ去っていますが、いつかこの子とお泊まりデートとかもここでしてみたいです。そして自転車10分ぐらい乗っていると思います。こんな感じでいろんな、自然が豊かと言ったんですけど、自然の種類もいろいろあって、バナナの木を植えてたり、ナチュラルの雑木だったり、綺麗に植木がしてあるところだったりして、すごい楽しいですね。あとお庭、ここに住んでる人のお庭もすごい可愛い家が多いですね。この家なんかもすごいおしゃれな感じがしますね。上とかがおしゃれです。そしてこんな感じでバナナの木も植えてあったり、あとはこういうローカルっぽいのもやっぱりありますね。そしてここの街なんですけど、ストレートじゃなくてすごい楽しいです、ね、そして曲がり道もきつい。おばちゃんからの命令で動くなと言われたんですけど、もう腰に捕まっていなさいということで、強制的にボディタッチをさせられています。強制的に捕まった。うわ、うわ、こんな感じでなんかすごいお寺とかもあります。これはオッケーやっぱりって言って、あ、テンポ、なんか、あ、オッケー、だっていいですか、いう感じで腰に掴まれと言われて、こんな感じで掴まっていますよ。それにしてもやっぱりタイヤとバイクの自転車もこんな風に密着できるのでいいです。腰のこんな暑い中密着して自転車に乗っていると、本当に坊ちゃんは下半身疲れて大変なんですけど、僕の方は元気になってきますね。やっぱりこの子もスキンシップ慣れてないのかわからないけど、触った瞬間はビクッとしたんですけど、もう自分から捕まってといってこんな感じになっていますね。そしてこの綺麗な髪を触ってみたいですね。多分ツヤツヤの立て方だと思います。そして自転車を漕ぎ始めてもう 2,30 分経ちましたね。こんな感じでどんどん進んでいくんですけど、道、一本道、一本道とは言わないんですけど、ほぼ一本道で迷わなくていいですね、そしてどこまで行っても自然が綺麗で、どこまで行っても人が優しそうに生活していますね、これよく車とかがないのも大きいんじゃないですかね。全部バイクだったり自転車でのほほんとした生活をしていると、そういう性格になっていく気もします。あとお菓子が名物の島なんですけど、意外とお菓子が見当たりませんね。今そして見てはいけないものを見た気もします。こんな感じでフィリピン国でバスケコート、バスケコン、あ、コン、オッケー、これはトウモロコシみたいですね、いろんな、ここで自給自足できる食べ物も育ててるみたいで、例えばこれなんかはパパイヤだと思いますね。船の発着場に帰ってきましたかね、元の場所に帰ってきてないかな。これは元の場所ではないんですかね。あ、ほぼ元の場所でしたね。そして立ち漕ぎをしています。反則ですね。青春の可愛さです。そしてここ上りになってるんですよね。おちゃんがだいぶ、気合を入れてこいでくれてます。ここも上りですね。腰までどんどん上っていってると、これが打ってと思ってる下りでした。いや本当にこれ後ろに乗っていても息を飲みます。本当に文字通り息を飲んで、呼吸のタイミングを間違えただけで筋肉の動きが崩れて落ちそうになるぐらいだいぶハードです。クレット島に、王ちゃんを誘ってみてすごい良かったですね。こんな面白い旅になるとは思いませんでした。
おちゃん、プリーズストップ。はい、電池。おーちゃんとだいぶ気が合う、フィーリングが合うと言ってたんですけど、うん、仲良くなればなるほど、おーちゃんが怒っている時や冷静な時は僕がゲラゲラ笑っていて、僕が冷静な時や真面目な時はおーちゃんが微笑んでいるという感じですね。いやーすごい、うん、恋人っぽい関係になってきた気もするんですけど、うん、距離が縮まっていけますかね。うん、この子と付き合ったらこんな感じなんでしょうね、毎日。あ、いいよ、ちょっと。OK。ふぅ、ふぅ、ふぅ。It's my way. Can you walk? あ、しよう、しよう。はい、ということで、衝撃の自己偽装になったんです。どうぞかー。あ、それに合わないです。はい、あ、そうです。はい、ということで狭い路地なのでおーちゃんに一人で漕いでもらってますね、うん、それにしても本当にいいデートでした。コークレットの焼き物体験と自転車二人乗り密着旅、いや、シュそしてやっぱりこの子優しいです。もう歩いて行っていいよと言ったのに、またそして何よりこれ後ろに乗っているとおーちゃんのすごい香り、いい匂いが漂ってきて、うん、ちょっと耐えれませんね。ある意味フラワー攻めというか、うん、心中が華やかになりますね。こういう乗り方絶対しますよ、ね、すごいやんちゃで可愛い女の子でもあります。はい、ということで帰ってきましたね、終点です。 Thank you very much for the ride。 How was the drive? It's tired for you? Fun? Okay. Oh, good. Very good. Mm-hmm. I don't die for a long time ago. Okay. Good. Okay, then. Can I close my door? はい、ということで、クレット島のデートどうだったでしょうか？うん、おーちゃんもめちゃめちゃ可愛かったですね。Thank you very much for coming today. You are so cute.この動画が面白いと思った方や続きが気になる方はグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までありがとうございました。 Thank you very much。 かわいい。